ユーチューバーからステマの依頼が来て被害を受けた方これやばいね本当だとしたらもしもし初めまして初めましてはいユーチューバーからステマの依頼を受けたということでは,はいそうですあそれ普通に犯罪ですよちなみにやっぱりそうなんですかえーとステマ依頼を受けて協力しようとしたってことですかなんかお手伝いとしてその話をあうう、ね、出されてよくよく聞いていったらあ、うん、ステマ かなみたいなまあちょっとじゃあいった内容を最初から説明しまっていいですか、はい、まず LINE 交換した経緯が普通に私はその YouTuber のファンやってずっと見ててでも DM だけは送らなかったんですよでつい最近やっと躊躇しながら送って応援してますみたいなあそんな感じですでそれが普通に帰ってきたんですよたまになんかポンポンって話すぐらいになって、うん、そこで相手から「 手伝ってほしいことがあってみたいな、でよかったらライン交換したいってきて、正直すっごい迷ったんですよ。なんで。 一応ファンのの立場なななんでいいいかなみた私みたいな、はい、ただの一ファンが何か手伝うっていうのはおこがましいことなんじゃないかみたいな、はい、そうですそうですはい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 テいは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 いーいはいはいはいな。いは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 いたいは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 い してると隠してみんなにこのゲームはいいみんな一緒やろうよおもろいよっていうことをステマと言いますはいでそこでその自分の中のあれに負けちゃって LINE 交換しちゃったって感じなんですよはい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 ライン交換した直後が多分は月の頭ああまあ最近ですねじゃいはいはいでいは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 い ラインしていくうちにあ、ステマのお手伝いなんやみたいな配送っていうのはなんだだから詳しく話してほしいんやけど受け取るだけでいいみたいなえそれ闇バイトじゃないのそれわ <laughs> かんないんですよでなんかそのインスタのハイライトに載ってるやつを受け取ってほしいみたいな荷物を受け取るだけの仕事をしてほしいってこと言われたってことはいそんな感じですえそれやばいやつじゃねえ 受け子じゃねえのえで、それ荷物ってどんな荷物かっていうのは聞きました中身とかあの中身はなんか秘密的な感じなんですが聞いたんですよ、そうやっておうおういや、全然違うよみたいなその俺のインスタのハイライトに載ってるサジサジみたいなっていう飲み物なんか、よくわからなくて調べたら出てきたんですよなんだそれ、サジってだから知ってる出たサジって<ジ>何サジって俺あのサンジしか知らんぞうん、ちょっと、ね <laughs> だからその荷物をどこで受け取るって自分の家に送るかコンビニでもいいよみたいなんかとりあえず受け取るだけでいいからみたいなつまり受け取るだけってあなたが現場に行って受け取るんじゃなくて相手が配送先を例えばあなたの家にしてあなたの家に届けるってことそうですそうですああそういうことねでこれは受け取ってるんですかこの荷物って受け取ってないですあ今受け取ってないんやまだ受け取ってない受け取り方法はどうしたのこれは無料で受け取ってほしい って言われたんで、うん、無料ならって思って自分もでこれこれさんに話を出した日かな8月25日昨日かはいの朝方に LINE がポンってきてもう送っても大丈夫な感じかなみたいなえ送り先はどこになったのこれ自分の家にしたんですよ結局えってことはじゃ自分の住所教えたってこと相手にそうですまあ住所じゃあ教えちゃったってことはもう相手あなたの住所知ってるわけじゃないですか はい、で今日にもう送ってもいいって連絡が来たとそうですで今そこであのまだ返事返してないみたいな感じ違いますで「行けますよ」って「大丈夫ですよ」って送ったんですよえじゃあ後払いになるかもみたいなんで送られたんですよ相手から後払いになるかもお金がかかるってことううあそうですそうです無料で受け取ってほしいって言ったから住所を教えたのに、はい、急に送るってなった時に、はい、お金が発生するよって言われたってことそうですそうですえそれいくらちなみに わかんないんですけど結構高いって言われました値段聞いたら結構高いえじゃあ教えてくれないってこと値段は教えてくれなかったんでじゃあどうすればいいってなったんですよ自分はああそういうこと着払いってことが後払いっていうよりは、うん、なんか「高いから無理でしょ」みたいなその後払いにしてもみたいな払えないでしょみたいな言われたんですよ「俺が後払いかクレカで払っとくから」みたいなえ あーだから相手の YouTuber が先に商品代を全部払うから後でお金返してくれって言われてるってこと、はい、いや分かんないんですけども俺が払っとくからもう送るねみたいなじゃあ結局無料でもらえるってことえそれは聞いたのいや聞いてないんですよもうなんかもうよく分からなくなって意味分かんないねもうそいつ呼んだ方がいいってかこの YouTuber ちょっと名前書いてもらっていい ?Twitter とかチャンネル名をこの LINE にあわ分かりましたどういうこと、まあ、あと LINE のやり取り見たいね全部。 えサジーは酵素系のドリンクでダイエットドリンク、はい、今は TikTok とか YouTube でお試し500円で始めた後定期購入解約できなくなったりすることがあるみたいですねあーこの初回めっちゃ安いみたいなねえあこの人知ってるわえ結構有名ですねはいそうですそうですえちょっとじゃあ LINE のやり取り見してよなんだろうお金に困ってんのかななんかでも結構インスタのストーリーとかでもこういうストーリーをパパパって上げてるんですよ インドいや言うから言うに決まってんじゃんちょ証拠見たら言うよありえないでしょこんなのファンにあってもうファンをゴミのように扱ってるねこれってちなみに今本人に LINE 送れます何を送ればいいですかえっと今通話できるって、うん、えそれってこれこれさんとあまあそれは言わなくて一旦今通話できるってああ分かりましたはいまあ確かに捨て間ではないかもなこれ はははいはい、はい、えー、よろしくです。えー、こちらこそわざわざありがとうございます。いいえ、手伝ってほしいこといいかなって。はい、大丈夫です。配送の仕事してて、それを無料で受け取ってほしい。どういうことですか受け取るだけですか、自分は。うん、そういうこと、じゃあどうしたらいいですか受け取りそうやったら、そこに配送する、了解です。中身とか届いてからお楽しみみたいな感じですから、えー、ちなみに、あなたは何歳ですか 2> 高2の17です。は17歳、はい、やばいでしょ、これ、この YouTuber。未成年騙してるってことでしょとんでもないな。 ハイライトのサジーってやつああ了解ですはい行けそう奈良、はい、な,なんですけど大丈夫ですか全然いける郵送でいけるからあれね了解ですうん受け取れる住所とか聞いても大丈夫ああでここで住所教えちゃったってことかそうですああなるほどでもこれちょっとね危険だねいくら好きな YouTuber とはいえ なんかもう最初自分がもう引き受けちゃった以上も引き下がれなくてどうしたらいいか分からなくなって、うんまあ、断りにくいの分かるけどねまあこうやって教えましたと「ねえねえ何個ぐらい送って大丈夫多ければ多いほど助かるんやけど」ってでもこれ一応無料での話してるんだよねそうですそうです <laughs> 絶対嘘じゃん助かるんやけどって売りつけてるやん100億パーセント5個か6個までなら <laughs> あなたもすごいな 親に言われんかな、そこが心配。え、こいつ結構悪質だな。完全になんか、自分が悪いことしてて親にチクられたらやばいみたいな。いや、これだいぶやばいぞ、普通に。この YouTuber。うわー、これえぐいね。これ、ファンさしてなんか信用させようとしてんだ。そうです、多分そうなんです。えぐいな、これ。ねえねえ、名前と教えてもらったりできる暇な時に電話しよう。えー、ありがとう、送っても大丈夫。うん、うん、今は暇やね。まあ、証拠は出てるんで、名前言ってもらってもいいですかね、YouTuber の。 多分グループユーチューバーっすよね。そう,そうです。そうです。十八金ファミリーズのてつくんです。はい、ということで、皆さん十八金ファミリーズのてつくんです。うん、まあ、チャンネル登録五十万人ぐらいか。この人は何歳の、このてつくんってのは二十いってたかな。あ、まあ、二十か、二十一ぐらいの。はい、まあ、詐欺し始める年頃やな。 ほんで急にここからですか。後払いとかで送ってもいい ?5、6個送っていいの <laughs> 後払いってことはお金払うってことですよね自分がって。うんとねそれやと高いから無理やろう。後払いの紙を写真撮って送ってくれたら俺払える。意味が分かんないのこれ。じゃあ一人でやっときようって話なのに。絶対これ逃げるやつやん。 写真撮って送ってて送も、はい、まあまあまあこういうやり取りがいっぱいあるってことだねまあ最終的にどうなったかというとまああなたもちょっと危険を感じて一回お母さんに引っ越しの状況を聞いていて厳しそうだったら今回辞退って形でも大丈夫ですかああもう近々引っ越すみたいな嘘ついたってことはいそうです <laughs> えー頼まれへんってのが一番きちいかもまあ任せるえー、哲くん呼びましょうもうこれありえんわ普通に。 どうしたらいいいいですかて今連絡来てないのいやクソすぎるぞまあでも確かにこのつくんのインスタ見ると、はい、おすすめのアイテムサジ昆布茶スムージー <laughs> ダイエット促進商品しかねえやまあてから未成年を騙して個人情報を抜いて詐欺被害に合わせようとしてるから詐欺未遂とかなんかなまあ来ないだろうねうん。<laughs> 裏でこんななやややってるようなやつやしまあさすが、ねまあ、になんかしてくるようなあれじゃないとは思うけどただなんでこんな送りつけ商売みたいなのしてるのか気になるな要はこいつも実は何かしら騙されて在庫抱えて借金背負っとるからもう必死でファンを騙して回収しようとしてんのかっていうだ大体そういうパターンだよなこいつが大元っていうよりはこいつもなんか騙されたかみたいな で騙された側がさらには何か新しいやつを騙してっていう、まあ、ネズミ子みたいなやつよねまあだから鉄には来てもらいたいけど LINE どうまあ帰ってきましたああ鉄帰ってきたかちょっと鉄に通話できるか聞いてくれあの今通話できますかって聞いたんですよ一応、うんうん、手伝ってもらってる子しか電話しないよねごめんよってその件で通話できるかってはてか鉄ガチでやべえじゃんそれその言い方えだいぶ悪質じゃねえか なんて返せばいいですよ。いや、ちょっとグループ作ってるよね、俺から連絡するから。わかりました、うん。いや、それはひどいわ。いや、多分まだ気づいてないと思うよ。取り上げられてることに、その返答の仕方、うん、はい、作りましたあ。ありがとう、ありがとう。はい、はじめまして、えー、これこれと申します。サジの件について、お話ししたいことがありますので、通話よろしいでしょうか。ん哲君、既読ついたわ。未成年に個人情報を聞いているので、 一度事実確認をしたいです。いなくなったてつくん。あいや既読つくわ。皆さん今こんな感じです。状況的に言うと、はい。いや既読はつくんだけど返事が返ってこねん。メンバーに言えもうこれ十八金ファミリーズってあのあと二人誰がいるんですかね。高尾くんと高尾？とわくんです。高尾とふわくん？とわくんです。とわくん。はい。もう十八金ファミリーズってさおい。 くそセクシービデオ出てくるんだよ、検索するたんびに。いい加減しろよ、こいつら、ほんまに。ダメだ、もうこれ、で多分出ねえや。どんだけ待っても。まあ、だから、皆さんのこの鉄ってやつ、まあ、周りはどうか知らんけども、まあ、こうやってなんか、最初は無料で送るとか言って、住所を聞き出そうとしてるんで、ちょっと気をつけてください、本当に。まあ、お金がない人間ってのはね、もう、何でもするから、ほんまに。何でもするよ、今は。じゃまたなんか連絡あったら教えてください。 はい、あと、あとい絶対に二人で通話しないでください。はい。わかりました、はい。はい。本当にさ。なんなの、これ。